アイドル動画の続きからやっていきたいと思います。前回はね、川に行ったりなんかね、いい感じでしたね。で、今回は、泥棒言い方悪いね、ほんとね。いや、でも泥棒少年ちょっとね、あ、そうだ、こっちなんか今こっちになったんだったね。可愛い小さな絵の周りを走り回るのを夢見てる。君の家なんだよね。あなたはどうせここで一日を持たないわそうよ、なんかね、都会に憧れてる人ってね、結局みたいなとこあるからね。これだよね。あるじゃん。え？かわいい。なにこれ。え、これ綺麗に残ってるよね。すごいと思うわ。ハロー、マヌエラ。私はミミ。7歳よ。この手紙私のおばあちゃんノーラの庭で書いてるの。みんな私のことを耳って呼ぶの。これこれこれ、かわいい。これなにこれ、一緒に作ったんだわ、ノーラと。かわいい。これはよいしょ、鐘が鳴るんだ。これ読めなくない？ここに何か面白いものがあるはずよ。面白いもの、これ。ちょっとね。何、へーって。何が分かったの？これ？クーロブレ。うん。あれじゃん。ほら。伝説の。泥棒くんが探してる。なんか財宝の。おばあちゃんが呼んでもいい、え、おばあちゃんが呼んでもいい頃、どこにいるのかしら。おばあちゃんどこ行ったの？逃走中ですか？おばあちゃんは下にいるよね。あれで違うとこ行ってみる眠ってる、起こしちゃいけないわ。すごい、いびきかいてるけど。外出よう、もうね。とりあえず泥棒くんとこ行こう。あ、なんて、今なんかあった。うわってことないよね。いや、でもちょっとほら、テントウムシ好きな人には本当申し訳ないけど、ここからの写真は一回撮ったからな。どっち行ったらいいんだろう。泥棒くんとこはどうやって行くん？こっちでいいのかな。あの頃の私はのんきだった。言い方。10歳の泥棒に会いに行くところねまるで他の誰かの人生を思い出してるみたい。いいな、言い方いいよな。10歳の泥棒に会いに行くっていう。これに乗っていくの？全然分かってないんだよな、私、場所を。どこですか、10歳の泥棒この言い方だよ。まあでもこの辺さ、ほら治安も良さそうですから、基本的には。今のところ出会った中で一番やべえのが泥棒くんだから。
ごめんなさい、ぶつかりそう。あれ、でもこれ以上行ったらこの間の場所じゃない？そうだよね。もっと先行けるとか？おしゃれじゃない移動方法が自転車とか徒歩じゃなくてさ、これなんだよ。あ、やっぱ先行けるんだ。いいね、いいね。どこまで行けるんだろう。何か泣いてんのよね。何なんでしょう。ん？でも街並みが見えてきちゃったよ。あれ？ここ何？ここは関係なさそうですね。バックします、バックします。よいしょ。ん？なんかあるぞ。なんかあるよね。これ、ね、街並みのあの家の中の人からしたら、え、なんか子供一人で泳いでるっていうか、漕いでるんですけどってなるよね。これおばあちゃんがさ、起きた時問題にならん？ちょっとそこが怖いんだけど。だって、一人でここまで来てるわけでしょ。結構問題になりそうな気がするんだけどな。ここが正しい場所だと思う。何も見えないわ。この道を照らせる何かが必要だわ。ギャラリーのライトアップ方法を探す。ん？どういうこと？全然音とか集めれてないんだね、こう思うと。え、どういうこと？え、どういうこと？ライトアップ方法ってなんぞ？え？ライトアップ方法？なくない？そんなもん。火みたいなのもないし。おお、なんか取れた。でもこれをどうしろと。ん？あ、そういうこと？光る虫を捕まえて入れると。ちょっとこれむずいむずい。え、むず。そういうことか。来い、来て。ちょっとごめん、こっち来て。虫に優しいことなんてないよ、私あんまり。やった。これでうまくいくはず。なるほどね。そんなでも光る虫いるんだ。お、光っとる光っとる。すごいね、なんか冒険感増すね。わ、かわいい、このステッカー。あんなとこにいんの？冒険の始まり。なんか湿度高そうですよね。さあ、泥棒、名前は？俺の名前はルノー。ただあんたの名前呼び、叫びたかっただけ。ちょっと思わせぶりじゃない？寂しい。あなたはまだそこにいるの？なんで迷ったの？町の女の子。
トントントンと行きなさいっていうね、そういうことよね。と、大丈夫これ崩れたりしない？不安だわ。ここがやばいよね。大丈夫？あ、なんだ下降りるんか。はい、よいしょ。感動する。この場所は広大ね。迷うなよ。押す。泥棒いいやつやな。ルノーね。ちゃんと名前をね。覚えてあげたいけど私忘れるのよね。はい、ジャンプ。え、迷った？あんたが一度も迷ったことがないなんて信じられない。一度も、ないね、一度も。あ、嘘だね。何？コウモリじゃない？大丈夫？コウモリって好きじゃないのよね。うおー、本当にコウモリでした。あんた俺の飛ぶ友達に会ったんだろう。友達なんだ。へぇ。へぇ。疑い。疑っていこうもん。泥棒を信用するべきじゃないって分かってたわ。そうよ、彼泥棒なのよ。俺は泥棒じゃ。泥棒じゃない。泥棒じゃない。じゃあ何なの？ま、じゃあ何なのってこともないけどさ、でも泥棒じゃないっていうからな。怒り。あんた怒ってる？怒るな怒るな。あれこれは？あ、登れる、よかった。こんな垂直のものを登れるんだよ。彼女パワフルだよ。うん。あんなこと言ってごめんね。せめてさ、なんで盗んだかの理由だけ教えてほしい。あんた俺のこと分かってない。いや、わかんないわよ。待って、でもドラゴンの絵がある。おしゃれ。もういいんだ。もう慣れっこだから。なんかちょっと闇深いわね。クーロブレ。何すごい、かっこよ。グローブレに挨拶しな。かっこよ。急げって言われた。ナチュラルにミミって呼んでくれるんだね。いいね、こういうなんかひと夏の出会いね。助けてくれてどうも。偉大な探検家じゃなかったのか。そうです。わあ、これってとってもとってもすごいね。だろ。これは俺が何年もかけて集めてきたものなんだ。でもこんなのまだ序の口だからな。ルノーの隠れ家。かわいい。待って、あれ気になる。これ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 、あれ、これ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 、あんたが見つけたかったドラゴンよ。俺はあいつの宝が欲しいんだ。クーロブレって一体何者なの？ドルドーニョ川の底で眠ってる生き物だ。ボートを食べる、スイフや漁師も。怖いわ。どのぐらいの大きさ？ドルドーニョと同じぐらい長さだ。捕まえるのは難しいわね。本を持ってったら、クーロブレのことがもっとわかるように。いいアイデアだわ、アイデアだわ、なんでアイデア言えないの？アイデアだわ、ありがとう、ルノ。これがさっきの本か。これはドルドーニョの中でも最高の場所ね。クーロブレを観察するには見晴らしが最高にいいところが必要だからね。
いや、これは写真撮るよ。どうしよっかな。それこそちゃんと川が映る方がいいよな、うん、いいね。お腹すいたな。君はお腹すいてる？そうね。これなんかうるさい動物いるからさ。泣かなくなったんだけど。これ何の犬だよね、多分ね。いいな。この場所かっこいい。お、あの猫。もっとすごいものを見せてやろう。もっとすごいもの？本もあるし、釣り竿もある。それに最高の景色も本当にすごいな。これを見ろ。授業中にカンニングもできるし、10件も電話番号を登録できるんだ。10件もだぞ。よく見せて。いや、ダメだ。これは贈り物なんだ。先生からの。うん。でもこれは秘密だぞ。誰にも絶対に教えちゃいけない。いいな。ルノーってラッキーだね。絶対秘密にしとくね。ありがとう、ミミ。すごく助かる。あのさ、考えたんだけど、クーロブレの鳴き声を練習してみるとどう？引きつけるために。その通り、考えてることが分かったみたいだね。そうだ、私たちの声を録音するのよ。それで罠か何かに仕掛けるのよ。それ良さそうだ。僕の真似してみて。それ鳴き声なの？本当それ？なあ。間違えたわ、ごめんなさい。上ね、ごめんね。わかりました、はい。テンポ感も大事なのかしら。上なんだ。君の方がずっと上手だね。どうもありがとう。待って、これオープニングで流れてるやつ、もしかしてそういうこと？おお、あ、いいな、こういうのいいね。すっごく綺麗だね。一番星がもうすぐ出てくるよ。しまった、もう帰らなくちゃ。また明日ね。明日はいよいよクーロブレ狩りだぞ。マジ？怪物みたい。何？ファブリス、私は働いてたのよ。なのにそんなこと母親に言うなんて。ミミとは関係ないでしょ。あの子はしっかりしてるし、楽しく過ごしてるわ。揉めてる。なんかちょっと揉めてるっつってたな。なんか、まあ、ちょっと見えるとこでやってほしくないな。さて、ここはでもどう？じゃあまたにあのテーブルで。気まずいよな、あんなの聞いちゃった後だとね。もう3週目なんだ。もう折り返してるじゃんね。寂しいね。なんか
なんかこの寂しいな、こうお別れしなきゃいけなくなるわけじゃない？いっぱいあるわカセット。それ見てなかったねこの辺ね。キッチンにもなんかあるかな。ないんかい。ないんかい。はい。あれなんか。座れってことね。はい。外の方がずっと健康にいいわ。でも座るにはかなり冷えるわね。とっても冷えるわ。あなたは風邪ひいたりしないようにしなくちゃ。そっか、夏でも寒いのか。ほんと腹を立てるところなんだけれど。でも怒ってないの？いいえ、あなたが私の3つの質問に答えてくれるならね。どこへ行ったの？これ素直に言うの？楽しい冒険。楽しい。ブルドーニュ川の探検、じゃ岸辺を探検したの。あら、ま、随分説得力があること。わかったわかった。でもどうしてそこへ？冒険するために。その言葉が大好きよ。もっと大事なこと、今日のことをどう感じたかということよ。何もない。大切大切、大好きだわ。自分らしく生きるとき、自分の生きたいように生きるとき、大切だと感じるわ。それであなたに罰を与えるべきかしら。いらないいらない、罰なんていらないよ。おばあちゃん、ちょっと優しくしてちょうだい。もちろん優しいわよ。あなたは好きな世界を探検して歩き回っていいのよ。あなたが安全であることさえ分かっていればね。ありがとうおばあちゃん。何？招待できるかしら。とおばあちゃんの一日はどうだった？わかる。あるよね、眠すぎる日ね。作家はその女性に一度も会ったことがないのを信じて。ほら、今日はね、やっぱこれじゃないかな。絶対これだよね。これだよ。絶対これ。写真はこれ。あー、ちょっと微妙なサイズ感だな。はい。で、クーロブレ。忍びは違うな。感動。どう？適当すぎる貼り方。もっとなんか綺麗に作りたいんだけどね。難しいよね。いや、よかった。今回のパートかなりいいんじゃない？なんかこう冒険感もあってすごくいいですよ。ね、大人に戻りたくないもん。大人になった状態戻ると、待って、じゃ、会いたいんだけど大人になった状態で、いないの。泥棒くん、あのスカーフ家のどっかにあったはずだけど。スカーフを探す。めっちゃ来るんだよなメールがな。スカーフは上のノーラの寝室にあるのかも。不在着信6件？怖っ。6件って怖くない？なんか無理なんだけど。2回ぐらいで諦めるみたいなね。
いつ帰ってくるんだ。今週末はベリーニに行ける最後のチャンスだぞ。また連絡するわ。ごめん。待ってなさい。こっちから連絡するっつってんだから。ね。スカーフあります？スカーフ。また手紙を。宗教に関する後の調査行き過ぎです。なんかちょっと闇深くない？闇深いよ、なんか。だいぶ闇深いぞ。服をどける。あった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 。ちょっと、服邪魔。ちょっと、え？あったよ。あら、何？ん？ん？これってあの子だよね。ちょっと待って。これはエドワルドおじいちゃん、それからノーラ、そしてルノー。こっちは彼の両親に違いないわ。エドワルドはルノーの腕時計をしている。多分あげたんだわ。ふん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 。これな、腕時計よ。彼らの間で起こった何かしが、何がしかの出来事の中心にあったのは、どういうこと？どういうこと？やっぱチャプターも6まで来ると一気になんか物語が進み出しますね。どこへ行くの？友達と外に行ってくる。お友達？確認した方がいいわね。いいじゃない、友達なの。怖っ。あ、OK なのね。よかったよかった。いや、てっきり何か言われるのかと思ったよ。どこへ行くんだよ。うちに帰る。お昼ご飯を食べなきゃ。まあ、そっか。ルノーは帰らなくてもいいの？いいんだ。誰も俺のことなんて気にしてないから。ここに残るよ。なあ、残りの捜索は明日続けようぜ。うん、わかった。ルノーの家庭環境は気になるところよね。おばあちゃん、おばあちゃん。お友達をここに呼んでもいい？お願い、いいって言って。ルノーは一人ぼっちでお腹が空いてるって。もちろんよ。外でピクニックをするなんてどう？何か食べやすいものを作るわね。ピクニック、最高のアイデアね。やった、いいわね。最高のアイデアね、ほんといいわよ。ただちょっとなんかどういう家庭環境なのかしら。はい、ということでですね、まあちょっと区切りもいいかなと思うので、一旦今回この辺で終わりたいと思います。おばあちゃんはクッキングをするとき絶対泡立てるのよ。だから洗い物しかしてないの、作ってるとこ見たことないよね、ほんとね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。うん、バイバイ。